45式 24cm 榴弾砲は、大日本帝国陸軍が1912年に正式化した榴弾砲である。なお、本港では 24cm 榴弾砲の原型として設計、開発された45式 20cm 榴弾砲についても説明する。日本陸軍は、日露戦争中の旅順方位戦によって多大な損害を出した。 この戦訓によって、大威力の特殊な重砲を整備しようとする意見が生まれた。当初の研究予定では1 5トルカノン、2 0トル榴弾砲、3 0トル榴弾砲、4 0トル榴弾砲が策定された。2 0トル榴弾砲の試作完了後、試験に立ち会った陸軍幹部から威力不足が指摘された。また、榴弾威力、 装填速度を考慮し、口径を2 4トルに拡大して、再設計が行われた。したがって45式2 4トル榴弾砲は、スケールが異なるものの形状や機構は45式2 0トル榴弾砲の、それを引き継いでいる。生産数は、昭和17年末の時点で81門製造と、する大阪造兵省、第一製造所の記録が残る。 工場砲とは、堅固な敵要塞、野戦陣地の攻撃や、海岸防衛用に使用する非常に大威力の火砲で、榴弾砲の場合は、敵の陣地、または砲塔に、極射弾道によって、直撃を加え、破壊することを目的とする。本砲は、軍直轄の砲兵として編成される。砲兵連隊は2個、大体4個、中隊8門で構成される。 本法は1914年、第一次世界大戦におけるチンタオ攻略戦で、初めて実戦に投入され、ドイツ軍の陣地攻撃に威力を発揮した。この時には一個中隊として4問が参戦した。港への揚陸には22時間を要した。さらに戦場へは5トン積みないし0.5トン積みの、軽便鉄道を使用し、50キロメートル離れた各陣地へ。 すべての部品を輸送するのに4日を要した。1914年10月31日の砲撃開始から1時間で大部分の敵砲兵が沈黙した。射程は、おおむね、各陣地から8トルだった。翌日の射撃では捕類を狙い、不評の突入口を開いたものの、2門に後発事故が生じた。状況は、 現地で策略を詰めた砲弾が方向内で反爆を起こし、砲身が膨れたというもので、人員に被害はなかった。この後、砲弾の策略を分割し、間にフェルトを詰めて、衝撃の緩和が図られた。24センチメートル榴弾砲の中隊はこの戦役で合計990発を射撃している。中砲部隊は、 イルチス砲台及びビスマーク砲台に砲撃を集中したものの破壊に成功したのはイルチス砲台の8問中1問のみだった。これは射撃砲の研究不足、連土によるものだった。その後、日中戦争や第二次世界大戦では使用機会が減少したが1941年の香港攻略戦では イギリス軍の香港島要塞攻撃に使用されている。1941年8月、上陸に合わせて8門が投入され、敵統治下を射撃した。この部隊は、自動車による機械化が行われており、12月9日から14日に、かけて 100km 以上を移動した。弾薬は満足な数が補給されず、作戦以外指示に各方257発を傾向し、 作戦終了時には各方11発まで減っていた。また、フィリピンの戦いにおいても、バターン半島の戦いや、コレヒドール要塞の攻略戦に投入された。この時の移動は5 0 0トルに及ぶ。対戦末期には、ソ連赤軍に対する防衛のため満州に配置された。か本土に十八門、また父島、奄美大島の要塞に配備された。後方からの撮影。 方の地下には、鉄製の砲油化が組み立てられている。この上に、輪形の肩出しが据えられ、さらに大型の砲画を乗せる。砲画の右側側面に見えるものは、砲の旋回を、定める、方向照準器ハンドルである。砲画は、砲耳を介して、遥かか及び砲身と連結する。後部棒立て及び前方棒立ての厚さは5ミリメートル。宝画上には装填車があり、 200kg の砲弾が積まれている本砲は砲身五座式の極者重砲である。目的は合計 24cm の砲弾により、捕類や砲塔などの堅固な防御構造物を破壊することである。本砲の構造は45式 20cm 榴弾砲の、それを引き継いでおり、また前身となった砲は日本の火砲として、 初の空気また座きを採用した火砲である。大型の重砲であるため、分解積載しての移動力は与えられているが、素早い陣地変換などは、不可能で、戦場の公表に、砲兵陣地を設けて用いる。この砲は移動砲ゆか、か、ただし、砲が、遥かか、方針に分解され、それぞれ運搬者によって輸送した。砲一門に要する牽引機材は十三両の、 運搬車と、砲兵トラクター、もしくは、バンバ104頭である。その他の機材も含め、4門の中隊では、車両51両、または、バンバ360頭を必要とした。運行速度は、最大8キロメートル。微法にはまず、地面に中継7メートル、深さ1.3メートルの方を床壕を掘る。 この内部に深い皿型の鉄製砲床を組み立て、一部を土で埋める。砲床の各部は分解可能で、自らの砲撃に耐えられるよう強固な指示柱が張り巡らされている。砲床の外縁を土で埋めた後、中央部には砲の誤座のクリアランスを取るため、円台形状の穴が残される。この穴の上に、臨場で直径約3.4メートルの型出しを据え付ける。 か、ただしの上に、4個の指示輪を介して、方画を搭載する。方画の右側につけられた、方向照順器により方が、全周旋回し、また角度表示岩かただしに刻まれている。ほか、かただしには、踏み板が被せられ、穴への転落を防止する。方画の方字部分に、はるかか及び方針からなる合成体を取り付ける。 微法作業の終了までの実動時間は四十五名の昇兵により十六時間二十五分を要した。春かかには三頭の中体複座機が組み込まれており、発砲時に方針を千五ミリメートル後退させ、また反動力を干渉し終わった後に方針を元の位置へ戻す。一頭は方針最上部の水圧式中体機であり、この左右の二頭は、 空気式の複雑機である。遥かかには不行ギアが装着され、このギアは砲画の左側につけられた工程小準機のハンドルにより作動する。ハンドル付近には射角板と指針が装備される。方針は構成で後半部分が飛頭されている。ライフリングは60畳、計画は7度である。方針名数は3000発である。 褒尾の閉鎖器は段隠ら式である。開くにはロックを解除した後にレバーを引く。この時薬室に対して閉鎖器の裸体が12分の1回転し、自動的に噛み合いが解かれ、閉鎖器が右側に開かれる。方がの前には、上から見て、弓形に緩く湾曲した前方棒立てが、また方耳の上部に後方棒立てが取り付けられる。これらの厚さは5ミリメートルである。 本法は分離創薬を用いる。創薬は金属製の薬刀に収容される。創薬は1号創薬から5号創薬を使用した。薬刀は発射後、閉鎖器を開くと自動的に蹴り出される。砲弾は以下のものが用意された。砲弾は巨大なため、砲手3名により、ランマーで一気に押し込まれた。 中国人民革命軍事博物館所蔵品中国人民革命軍事博物館に原型をほぼ止めたものが展示されており、また、父島要塞に残骸が残っている。新尾戦役時の45式 20cm 榴弾砲。棒立ては装備していない当初設計された 20cm 榴弾砲も 24cm 砲と共に45式として正式化されている。 この20センチメートル榴弾砲もチンタオ攻略戦に参加したが、後発事故が発生したことや、実戦における威力不足が確認されたこともあり、間もなく全ての方がロシア帝国に売却された。製造数は10問、所言は以下の通り、データは以下による。ありがとうございます。